はい、どうも、バーセンの D 生です。今回はですね、ちょっとイベントの告知をさせていただきたいと思います。ですね、2月18日のですね、から、約2週間をね、ご予定しております、メゾン三原康弘の23年春夏コレクションのね、ポップアップをね、開催いたします。はい、これね、毎年ね、毎シーズン、バースデーでもね、かなりね、人気のあるね、イベントとなってますのでね、こちらの方を、軽くね、ちょっとお伝えできればなと思いますので、よかったらね、最後までご覧いただければと思います。はい、このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区にございます、大名にあるセレクトショップのね、バースデーという、ショップのチャンネルとなっております。メインはですね、商品の紹介とスタイリングの紹介、そして、香水はサノマを取り扱っております。フレグランスのブランドなんですけども、シャンプーや、お香なども取り扱っております。そして、シルバージュエリーの和漢シルバースミスやトゥアレグジュエリーといったネイティブなジュエリーとかも取り揃えております。そして、e バイクのですね、スーパー73やアルコンといった、e バイクの走行動画だったりレビュー動画、カスタム動画っていうのを毎日19時に更新しているチャンネルとなっておりますので、よかったら他の動画もご覧になってください。はい、ではね、今回、メゾン三原康弘のね 23SS コレクションのねポップアップの内容としましては、結構ですね、うちはユニセックスのねお店としてやってますけども、結構やっぱメンズの割合が少し多いんですよね。そうなんですけど、今回ポップアップではですね、メンズとレディース両方ともほぼフルラインナップをねご用意させていただくことになっております。もちろんですね、結構人気のあるね日本のブランドであるメゾン三原康弘なので、メーカー側にですね、在庫がないやつだったりとか、完売してしまったアイテムもね中にはあったりするんですけど、カラーバリエーションの展開だったりとかサイズ展開っていうのもねしっかり幅広くね今回ね23春夏コレクションのご堪能していただけるようにねご用意させていただきますので、よろしくお願いします。そしてね、今ですね、バースデーではですね、ちょっと軽く、もう僕もね、すでにこれ、購入したやつ着てるんですけど、こういうね、新作だったり、ちょっとこっち側も映してもらおうかな。こういうノースリーブの MA1 だったりとか、そしてこれ結構注目度の高かったレザージャケット、そしてね、中のこういうね、プリントのカットソーだったり、で人気なデニムジャケット、こういうのとかもね、メゾン三原康弘ではね、すごくもうなくなってるアイテムですね。そしてチェックシャツだったりとか、ロンティー、そしてウィメンズものだったりとか、コットンニットとパンツと、そしてこっち側ちょっと行ってもらおうかな。こっち側ですね。はい、スニーカーをね、こんな感じで取り揃えてるんですけども、バースデーでもねすごくね 23SS のねアイテムっていうのがねすごくね温まってるねタイミングではあるんですけど、まだまだ完納ではないんですよ。完璧にコレクションが揃ったわけではない、プラスアルファで、イベントのですねタイミングでバーンとかなりねフルラインナップをですね皆さんにね、メゾン三原康弘の世界観をですね楽しんでいただければなと思います。結構ですねやっぱこの、イベントに関してはですねYouTube 見てくださってる方のねお問い合わせだったりとか、うちの元々の顧客様だったりとか、すごくねやっぱこう関心のね深いイベントとなってます。そしてね、特にやっぱ今はですね、私にすごいもうほぼ毎日のように問い合わせが来るんですけど、隣国である韓国のね熱狂的なファンの方々がですね、やっぱメゾン三原康弘毎日最低でも 7,8 組ぐらいはねバースデーにねお越しいただいて見ていただいてるっていうタイミングなので、そのタイミングはねすごくね日本人だけじゃなくて韓国の方、海外の方にもねすごく楽しんでいただけるイベントになるのではないでしょうか。特にですね、メゾン三原の中でもねやっぱウェアがはじめとする、スニーカーとかもですね、豊富なねラインナップをね取り揃えれると思いますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。またですね、そのイベント期間中の2週間、約2週間をねご予定してるんですけど、その2週間っていうのはご提案というかバースデーでねポップアップのねアイテムとして、登場するようなラインナップっていうのはねオンラインにねなかなかの、記載することがね多少なりと難しいかなと思います。なので私たちもねちょっとフルラインナップが届き次第、YouTube をねちょっと回して、皆様にね楽しんでいただければと思いますので、そちらの動画でご紹介するアイテムとかは、概要欄に貼ってます、お問い合わせフォームの方からね、バースデーオンラインストアののお問い合わせフォームからね、お問い合わせいただいたりとか、インスタの DM とかでも全然構いませんので、それ気になったアイテムがあれば、ぜひ DM の方でも送ってみてください。まあ、こんな感じでね、メゾン三原康弘のね、この圧倒的な世界観。まあ、次ね、実はですね、今カメラ回してるのがですね、2月14日なんですけど、イベントを控えた、まあ、4日前になるんですけど、明日ですね、僕に、23、秋冬コレクションのね、メゾン三原康弘の、展示会にね、私出張でちょっと行くことになってまして、そちらの方もね、ちょっと私はワクワク感があるんですけど、でもそれでもね、23SS のこのラインナップをまたちょっとバースデーで見れるっていうところが僕の中ではね、すごく新鮮で楽しみなんですよ。展示会で言ったらもうメゾン三原康弘のね、もうアイテムだけのね、やっぱこれ、ラインナップとそしてスタイリングになってくるんですけど、バースデーでは様々なブランドを取り扱ってますので、そういうアイテムとその他のブランドとのね、アイテムのミックスだったりとかスタイリングをね、結構こう自由自在にバースデーでできるっていうのがね、僕の中でこのイベントの楽しみな一つでもあります。そして熱狂的なね、三原ファンの方々はね、こんなフルラインナップを取り揃えるイベントなんて全国でそうそうないんで、ぜひよかったらね、この2週間という結構ね、長い期間、まあ約2週間です。一応3月の、おそらく5とかが土曜日だったと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。おそらくね、そこぐらいまでをめどにね、ポップアップを開催したいと思っておりますので、よかったら皆さん、福岡に近郊のね、方々はね、ぜひ遊びに来て、見てはいかがでしょうか。はい。そしてね、わかんないことがあったらぜひお問い合わせのフォームの方で、ご連絡をください。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっと簡易的なご説明にはなっちゃいましたけども、今後ね、ちょっと18日から開催するメゾン三原康弘の 23SS コレクションのポップアップですね、インバースデーというね、そのイベントをね、ぜひ皆さんもね、こうご期待でございます。はい。まあ、最後まで見てくださった皆様、ありがとうございました。またね、イベントのね、アイテムが到着次第、また撮影させていただきますので、よかったら楽しみにしておいてください。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンの方をね、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。